第30回日本レコード大賞は1988年12月31日に日本武道館で行われた30回目の日本レコード大賞である。昭和最後の日本レコード大賞。第30回の大賞はヒカルゲンジのパラダイス銀河に決定した。ヒカルゲンジは初の受賞。メンバーの佐藤敦弘は史上最年少の15歳4ヶ月での受賞となった。 男性アイドルグループが受賞するのは史上初。ジャニーズ事務所は2年連続。オリコン年間シングルチャート1位の楽曲が受賞したのは第23回以来7年ぶり。対象のプレゼンターは制定委員長のハットリリイチ。最優秀新人賞のプレゼンターは細川隆最優秀歌唱賞のプレゼンターは高橋慶三がそれぞれ務めた。第2回から 音楽、指揮を担当していた、長須忠彦が、この会をもって、番組を正式に降板。昭和天皇のご病状に配慮し、日本国内に自粛ムードが広がる中、日本歌謡大賞、日本テレビ音楽祭、全日本歌謡音楽祭は開催中止を決断。一方、日本レコード大賞と、日本優先大賞、全日本優先放送大賞、FNS 歌謡祭、 NHK 紅白歌合戦は開催し、対応が分かれた。昭和天皇は1週間後の1989年1月7日に崩御し、結果的に昭和最後の日本レコード大賞となった。視聴率は7.7ピ下落の21.7%。この年を最後に20%超えは達成されていない。ありがとうございます。